はい、ということなんで、じゃあそのレティスの真意を確かめに行きましょうということで、一応ちょっとね、この先ね、とんでもない戦闘が待ち構えてるので、セーブをします。カット。はい、お待たせしました。じゃあ、レティスのところに行きましょう。ちょっとこの辺も回っていきましょう。屋上のカビ。そう、なんかレティスにこの辺荒らされてるらしいんですよ。ちょっと聞いてく？ほら、いい加減頭に来てるだ。こんなレティスのつもりになんて壊してもいいで。あの鳥のせいでオラの代わりに馬が怪我をしたんだっていう。ということで、やっぱりレティスが何かこの村に仕掛けてるらしい。本当ですよ。あ、本当ですか。へえ、あんたたち光の世界の人間だったのか。道理でそんな外見してるわけだ。いや、道理でこのジャスゴールムが異世界の人間だなんてびっくりしたぜ。エジシアの村、エジシアってのは、ああ。胸くそ悪い呼び名だよ、畜生。アホ踊り目。もう相当頭に来てるらしいですね。ということで、じゃあそのレティスの止まり木というやらに行ってみましょう。まあ、レティスの止まり木ってのはさっき光の世界でも向かったなんていうの、鳥居みたいなところですね。早いよ、エンカウントが。カット。はい、オッケーですね。やっぱり闇の世界の方が敵は強いですね、当たり前だけど。おお、すげえ経験値。ちょっと、ゼシカが危ない。今、レベルどんぐらい？ああ、こんなもんか。適正にちょっと届かないぐらいのレベルなのかな。クロコダイもスカッと。光の世界のマニバーンよりもやっぱりちょっと上位互換っていう感じしますね。はい、では止まり木に向かっていきましょう。あそこですね。さーて、レティスさんのお出ましっていうところなんですが、回復は大丈夫か？はい、っていうのもですね、まあ、イベントを見てくださいよ。お、レティスですね。すげえ修羅場くれてる。あ、ようやくそうだね。初めての実態を目にするということですね。はい、なんと戦闘なんです。なんと。これね、結構想定外だった人多いと思うんだよね。で、ちょっとチームの力を助けを借りますね。ちょっとね、場が強いので 本気出していきます。本気で戦わないとマジで勝てない、こいつは。守備力、うわっ 3ってあんた、うわ、マジか。ちょっと待って、これは聞いてね。ライテンとか打ってくるし。うひー ちょっと待って、これ勝てる気がしなくなってきた。早速勝てる気がしなくなってきた。いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。貴重、貴重。そういうね、大ダメージは貴重ですよ。うーわ、4だって、すげえや。マジか。ちょっとキラーマシンじゃダメだったか。うー、死ぬ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 。 やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。前回のキャプテンクロー、もう飛び級の飛び級ぐらいだよ、ほんと、強さが。やばいやばいやば。あー、死ぬー。やー、ライディーン。お、いいねいいね。2回突っ込むはでかいぞ。これね、めっちゃ貴重なんですよ、このダメージソースは。さーて、こんなやつらをやっていかなきゃいけないんですよ。スクルト。ピオリム。マジ、スクルト、スクルト。マジで、スクルト大事。こっち、凍てつく波動持ちなんだけど、やっぱりスクルトだけはマジで大事。で、回復が追いつかなかった時のピオリムがマジで大事。うわー、やばいー。いやー、ちょっと待って、これは強すぎんなー。やべえなー。身構えてはいたけど、やっぱり強えな。うわ、マジか。マジか、ダメージが鬼だな、おい。ちょっと待って、これはやばい。バイキルとヤングス。回復も怖いなー。エホマラを打っとこう。
行か。ちょっと待って、バイキルトよりも前にスクルトだ。ルーンスターフ、あ、いや待った、やっぱね、うん、ここは慎重に考えよう。うわマジでかこいつ。あれか、ライデインの方が良さげだな。これ物理攻撃よりもう断然呪文の方がいいでしょ。このタイムでライデイン覚えててよかったな。これどんぐらい食らう ?85 か。これでも多い方だね。死ぬ死ぬ死ぬ、やばいやばいやばい。あーまあ、アイターンビホマラーでもいい感じだなこれ。じゃあちょっとライデン打っていきましょう。蒼天魔山の、もう一回ルーンスタッフ使ってみよう。まだもう一回じゃねえや、ルーンスタッフ外すわ。固めて固めてもこんだけのダメージだからね。鬼だわ。ライデンどれぐらい食らえる。あ、いいねいいね、もうそれぐらいだったら OK よ。とりあえずじゃあ整ったって感じか。いやーどう出る、次はアイテスかどうか、めんどくせえな。うーやばいやばいやばい。もうスクルト切れた途端にこれだからな。ライレイ、スクルト、ピオリム、ベホマ。早いあんた、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ククルやめてね、ククルやめてね。あー終わったー、マジかー。しかもなんかまばゆい光とかやるしねー。うんー、やばい、マジ本気でやんないと勝てない。いや本気でやってるんですけどね。ゼシカがやばいから、一応ベイホーマーしといて、スクルトからの、あー待って、ザオラルだな、ザオラルやってスクルトやって、あんたは祝福のせいでなんとか生き延びてくれ。わしづかみされたらゼシカもしかしたらワンパンかもしれないな。おい生き返らねえし、めんどくさいな。おい、いやー強すぎ、うーわマジか。マジか。ザオラル、スクルト、ヤンガス。うわ早いよお前、早いよー。あーベホーミーとか唱えるしな、やばいなー。生き返れ生き返れよお前、生き返ってくれ頼むから。やばいこれはちょっと、だってあれだもんな、チャソ死んだらザオラル用意いなくなるからやばいよな。ちょっと待って、ベホマ間に合ってね、絶対間に合ってね。蒼天魔山、ちょっとピオリム、緊急ピオリム、おーしよ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 し、よかったよかった。あぶねえ、怖っ。いやー強すぎ。うー大丈夫か、回復が間に合わんなー、これではもう早急にねククールを蘇らせたいんだけど、ちょっと防御しててもらえる君たち。あーどうしよう、ゼシカの方が早いと信じる。140か、わしづかみされたら死ぬな。生き返れ、おーし、 OK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 。 うわー言ってるそばからライディンとかやるしねー。うーまあですかしょうがない、まあザオラル要因が残っただけでもありがたい。ベホーマをくくる、あーどうしようか。ちょっと前もう一回防御しててベホーマくくるにやったよね。ちょっと一回再生を立て直そう。
界体制立て直して、まばゆい光とかも、食らうなよ、ヤンガスよ。お前は食らっちゃダメなんだよ。オッケー。ああ、それでもヤンガスがあれだね。まだペホマが必要。スクルト。で、ザオラルを、ゼシカ。これで一応全員全開したね。で、つく波動、これでピオリムが消えた。お願いだからザオラルで生き返ってな。ピオリムやりたい。うわ最悪だ。うわマジか。ベコマヤンガス、スクルトのザオラルゼシカ、お願いだから生き返ってね。やばいよー。うーわ、これヤンガス死んだんじゃね。うーわ、マジかー。強いなー。どうしよう、よしよしよし、まあ、とりあえずゼシカが生き返ったから、ザオラルヤンガス、お前マジでピオリムで、ベフマラ、うわーお前最悪、本当にマジかー。やってくれんなお前、本当は生き返れ。いやもうダメだ、マジかー。お前ザオラルの、ザオラルの効果が弱すぎる。ちょっと待って、もう全力で回復に向かう。ちょっと待って、落ち着け落ち着け、お前はヤンガスな。でこっちがジェシカ、お願い生き返って、お願いだよ。もうどんだけ引かないの、何なんだお前ら、本当に反抗期か。うーマジか、フククルに行かないでね。ベホイミならまでいいや、めんどくさいけど、ちょっと待って、ジェシカ、ちょっと回復、ちょっとね細かな回復はマジですよ。お願い生き返ってくれ。よし、 OKオッケー、いいぞいいぞ。うぅー190とか食らいすぎだから、ほんとうわ鬼かお前。どうしよっか、ザオラルヤンガスのピオリム、ザオラルをヤンガスにやったね。そしたからどうしよう、ゼシカが死ぬ可能性がある。待った、落ち着け、ゼシカ、ピオリム、チャソ、お前も早いんかい。まあ、これでゼシカ死ぬことはなくなったから、よし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 、いいよいいよ。まあまあ何にも関係ないからね。おお、危ねえとこだったな、ほんと。全然攻撃いってないよね、今。やばいな。そしたらザオラルをヤンガスで、ちょっと怖いからね、ルンスタッフ、ルンスタッフでベホーマンをゼシカ、少しでも守備力上げときたいところですね。でもお前ふざけんなよ、何回失敗してんだよ。もうやばいな、運が向いてないな。やばい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 、回復しまくってるあいつ、やばいやばい。おーしよ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 し、ザオラル、ゼシカはもう一回ルンスタッフやって、あ待って、ピオリム今イテスカードやったっけ、イテスカードやったよね。ピオリムやって、ちょっともう前攻撃、ああ間違えた、ああもったいねえ、間違えた、あーもう生き返れ。おーしよ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 し、やっと生き返った。でちょっとザオラルゼシカでスクルト、ザオラルゼシカにやったね。ベホマラ、あーまあベホマでもよかったか。まあ一応ね、光線になった時に、マジかーマジかマジかマジかー、ザオラル聞いてな、お願いだから、お願いだから、お前何回やらせんだよもう。スクルト
に合い、オッケー。これで大丈夫かな。頼むよ頼むよ。よし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 、生き延びた生き延びた。やばいな、生き返れ。ねえお前やばいって、お前それはやばすぎだよ。ちょっと待って、ザオラルゼシカ、スクルト、ちょっと待って、ベルマお願い。ねえお前やばやばすぎ。あーあーあー、これはやばいな、これはやばいな。いやーこれ負けるかもしんねえ、負けるかもしんない。これこれさ、最後のザオラルだよな。ちょっと待って、ベホマにしよう。スクルトかけて、ちょっと待って、今何した、ベホマの自分、スクルト、ベホマの自分、全然もう追いつかない。ザオラル効かなすぎ。いやーどうしよう、やばい。回復薬がいなくなった。あー、はやぶさ切り、蒼天魔山のザオラル、聞いてな、ザオラル、お願いだから、お願いだから聞いてね。あー、雷電打てなくなったな、火力がやばいよ。あ、まばゆい光食らってるから効かねえか。あー、効いた、奇跡だ、効いてねー。お前どんだけ生き返らねえんだよもう。いやーこれ無理だー、勝てねー。蒼天魔山勝てねえよこんなのー。今更生き返ってもなー、 MP 足りなくなるからなー。いやーザオラル打ちすぎだよなー。どうしようか。考えよう。考えよう。ベホイミが打てるか。ベホイミをじゃあゼシカ。蒼天魔山、ピオリム。お前はベホマラ。と思ったけど、ヤンガスがやばいから、ベホマ。よし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 、これで立たないです。もうザオーラルが効かなすぎる、これは運が悪い。あー、これで回復役が一人になってしまった。一人じゃ足りないよな。まばゆい光とかやるしなー。あー、効くんだ、さっきから運がいいな。あー全然ダメージが通ってないよね。メラミでベホマラ、うーお前使い物なんねえな。バイキルトやんなきゃダメか。よしよしよし、これで一旦立て直したね。攻撃していかないとやばい。 MP 切れは痛いな。ザオラルあんなに効かないもんか。うえ、はやぶさ切り、蒼天魔山でもな、メラミにしよっか。多分バイキルトやったところでさ、多分そのイテスカ波動を誘発しちゃうから、まあ、誘発しちゃうっていうか多分パターンなんだろうけど、もうこうやってちまちま与えてくっていくしかないよ。あ、わかった、氷の刃だ、思い出した。あ、そのために持たせたようなもんだ。よしよしよし、氷の刃やろう。今思い出すなって話だけどな、早起きづけって話なんだけど。
やめてね、ベホイミか、ならいいか。クールの MP が怖いな。MP 切れたら終わりだぞ。あーやばい、もう MP11 しかない。いやーこれは終わったかもしれん。あー最後のベホマラーだ。いやーこりゃダメかもなー。なんとか勝てないですか。いやーこれは運が悪すぎたよ。これ勝てねえよ。でこれでジェシカ死ぬでしょう。でザオラルができないからもうジェシカはもう無理だよね。生き返らせらんないよね。ちくしょう。このターンでなんとか勝てねえもんかな。いやー無理かなー、これちょっと17って。これで勝たない、勝たないかー。お、いいね、お、いいねいいねいいね、いいぞいいぞいいぞ。なんかやったぞ。ソテマさんからのなんか打てない、なんか打てない。セレブだよな。無理かな、どうだろう。死ぬー。あー一応まだ生き残るのか。まだ全然ダメだよね。いやーこれはダメだな。セムトンのサミダレ打ちとかできんのか。 MP5 あったらベホマダメか。あ生き延びてもしょうがないんだよな。一応ヤンガスに希望を託しとこうか。勝てないこれで、無理だよな。いやーきついね。死ぬよね。でつく波動、うーん MP が足りない。もういよいよだね。お前の方が早いしな。ベホイミは、ベホイミ打った時点でもうダメだな。あーダメだ、あーダメかー、ダメかー、ダメかー。あー多分これで死ぬよね。まあ一旦ぐらい生き残りそうだけどさ、これで勝てなかったら勝てない。無理だ無理だ、これは無理だ。ちょっとザオラルが効かなすぎた。あーちくしょう。いやー結構生き延びたけどな。チーム呼んでもダメか。そうか、はい、わかりました、再戦します。カット。